もう捕まえたつもりかよ。やれ下がれ、テント影分身の術。うっ大丈夫だ。お前の運は尽きちまった。ホオズキ城のようにはいかねえ。ホオズキ城のことを場にいたんだよ。月夜は月城から戻ったコクリは俺だったのさ。てめえ、そいつに捕まったら脳を食われるよ。舞台の前になんて速さだ。そういうお前はすっとろいな。ミトナクジュン、ナクジュン、クーソン、レプーソン、ナクジュン。なめんじゃねえ。お前から食ってやる。煙玉か。ボルト、お前の力が必要だ。これ僕の。お前ならやれるってばさ。あ、これで終わりか。1、2、3、4、本体を抑えている以上これ以上は出せない。チャクラが寝れねえ。俺の手札は尽きた。戦って最後に勝つか、それが醍醐味ってもんだぜ。おっと、お前言っただろ、なめんな。乗るなよクソガキが。こんな豚よりよっぽど忍者だぜ。なめんな。やったなテント。かなりハラハラしたけどうまくいってよかったよ。下人の分際でとんでもねえ術持ってやがる。地でも食ってものにしてやるぜ。あの風のバリアはもう張れねえだろ。その因はまさかあの組織の。お前これが何なのか知ってるのか。そのままおとなしくしてな。観念するんだな。観念するのはあなたの方だよ。そんな。まったくもう。サラダ、ミツキ、どうやってここが。やっぱ気になっちゃってさ。仲間の忍者たち、かっこいいな。ボルトの匂いをたどって、仲間の匂いは大体覚えさせてあるからね。蹴って来てくれたって。ま、キャラメル巻き跡一杯でいいよ。えいえい、お安いご用で。印が元の形に戻ってる。あんたそんなあざ前からあったっけ。桃式と戦った後にできたんだよね。桃式と戦った後って一体。まだ詳しいことは分かってないんだ。なんで黙って。悪い、サスケさんとの約束なんだ。パパと。だからみんなにも言わないでおいてくれよ。お手柄だったね。無事な強盗団のお頭を捕まえるなんて。サイさん、できたこと自体は大いに評価する。よくやった。しかしだ、それなりの罰は覚悟してもらうぞ。俺が一人でやったことなんだ。罰なら俺一人で受けるってばさ。そうはいかん。チームの違反は連帯責任だからな。俺たちの仕事には苦いものが残ることも多々。それを減らすためには強くなるしかない。さて、素直に話した方が身のためだぞ。帰りがなきゃ何も喋る気はねえぜ。つけ上がるんじゃないぞ。たっぷり後悔させてやる。裏社会で長く生きてるなら当然俺を知っているな。サスケ、
貴様らのような奴らに対してどこまでやる人間か。ボルトの手のひらの印について何を知ってる。詳しいことは何も知らん。会話を聞いただけだ。黒いローブをまとった怪しい奴らだった。奴らカナと名乗っていた。俺はオロチマルの樹院のことなら言われた。あれは何かもっと別のものだ。